皆さんこんばんは、2016年5月の5月第1回目の国会情事と対策委員会、司会の立花健三です。今年から、4月から JRP テレビジョンより、国会情事対策委員会、15分の番組枠として、作っております。それでは最初いつも通り始めさせていただきます。この番組は今起こっている世界情勢、そして日本を取り巻く環境、政治経済外交等、あらゆる問題を通して日頃我々が知りがたいまたは知り得ない情報を皆様にお届けし、そしてそのことを皆様方と共有できればという思いでお送りいたしております。さあ、それではいつものコメンテーターお二人をご紹介させていただきます。まずはじめに、空手道本庁、武道総本庁の総裁でいらっしゃいます長道院大閣司、はい、そして、先月から、何度か参加していただいております、弁護士の先生でいらっしゃいます和田清人先生、このお二人で、お二人とともに始めさせていただきます。先月、和田先生はロスチャイルドについて、そしてパナマ文書もそうなんですけども、わざわざ、ロンドンまでお出かけになって行かれまして、その入港とビルというところに行ってらっしゃいました。それで、ね、今回は、早速その和田先生に入港とビルについていろいろとお話をお伺いしていきたいと思います。さあ、先生どうでしたでしょうか、ロンドンの方。はい、ですね、まず入港とが何かっていうところから始めないと皆さんに伝わらないんじゃないかなと思います。入港とというのは、ロスチャイルドのことを言うんですけれど、ネイサン・マイヤー・ロスチャイルドがイギリスに進出をしてから、会社を作ったんですけれど、その会社が NM ロスチャイルド&サンズという会社です。その会社を1800年代の初めに作ってから、このイギリスに進出をしていったんですけれど、そこのイギリスに進出をしていったロスチャイルドのことをニューコートと言います。まずこのことについて日本でほとんどの人がご存じないと、知られていないというところがまず一つの問題になっております。で、このニューコートのこのビルはもう200年前からロンドンにあったんですけれど、それがずっとひっそりとこのロスチャイルドビルがあったということで、私たちはこのことを称してステルス性と、表に出ないというように言っています。これはどういうことかと言いますと、ロスチャイルドはいろいろ金融の面でも、戦争の面でもいろいろ裏で暗躍をしているわけなんですけれど、自分では表に出ないというところがこのロスチャイルドの重要な、ロスチャイルドたるゆえんで、これでステルス性と言ってたんですけれど、これが2008年に私がイギリスに行って、これはもともとその MM ロスチャイルドサンズというところで金の値段を2006年まで決めてたんですね。金のゴールドの値段を決めてるっていうことは、それはすごいところだろうというところで、これでどんなところかっていうところで探しに行きたいと思ってイギリスのロンドンシティに何回か行っていたんですね。それで最初の段階ではロンドン、そのこの MM ロスチャイルドサンズのニューコートが見つからなかったんですけれど、何回か行くうちに見つけることになったと。そのきっかけがニューコートプロジェクトという、このニューコートのロスチャイルドビルが大きくそのロンドンシティにそび上がるというようなところのちょうど過程の中を拝見をして確認をするということができたものですので、それで今回お伺いさせてきました。私は2010年にこのニューコートのロスチャイルドビルの建築途中の写真を持っていたんですけれど、これがまだ建築前の写真だったので、どうしてもこの建築をした後の写真が撮りたいと思いまして、ロンドンシティに行く機会を、ずっと探しておりました。それがたまたま先週タックスヘイブンの問題、パナマ文書の問題で今大きく取り上げられてますけれど、この問題でイギリスでそのワークショップがあったんですね。それをきっかけにこのロスチャイルドビル その写真を撮ってこれればというように思いまして行ってきました。行ってきた結果、そのロスチャイルドビル自身は全くその2010年の登記のまま実際に立ち上がりましてオープンになりました。その後、それで知り合いの方にその写真を撮ってきてもらったりとかをしたので、そういう意味ではもともとロスチャイルドのビルの写真の確認という意味では
意味があったんですけれど、やはり現地に行くとやっぱりわからないことがある、自分で感じたことがやっぱりありまして、まあ、それが何かと言いますと、このニューコートビルの1階にロシチャールドの初代ロシチャールドの5人の息子ですね、この人たちのこの写真が、ここにまああれですけれど写真が写っているということを確認することができました。また後で載せていただければと思いますけれど、これは何かというと、彼らの思いは200年前のその初代のロシチャールドの5人の息子をヨーロッパ中に派遣をした時の考えがそのまま今も引き継がれている、200年を経った今でも引き継がれているということを、この、ニューコートビルの1階に掲げられている5人の息子の、まあ、絵だか写真だかわからないですけれど、このことを意味しているんだと思います。また同じくこの MM ロシチャイルドサンズの別名はファイブアローズというんですけれど、このファイブアローズというのも同じくこれも5人の息子、初代ロシチャイルドの5人の息子のことをこう意味をしているということ でこれは、まあ、先ほどお話をしたその200年前の思いが今でも続いている。でこの200年前の思いは何かというと、これはまた皆さんびっくりされるかもしれませんですけれど、世界制覇、世界支配のことなんですね。彼らとすればこの200年前に考えていた世界支配がもうすぐ目の前まで近づいているということが、まさにこのニューコートロシチャールドビルがこのロンドンシティに飛び立った大きな意味なんじゃないかというように私は考えておりまして、まあ、その資料ということで今回ロンドンの方にお伺いさせていただいて、この5人の息子 の壁に写っている写真なんかを見ると、間違いなくそのことを彼らは意識しているんだなというように感じた次第です。とりあえず以上です。大きさ的にどうでしたか、その何階建てぐらいの。いやそれはもう巨大なビルですね。いやそうですか。今まではもうその 2,3 階建て その小さなビルだったんですけれど、まあ、これは多分10階20階とかぐらいになるんじゃないですかね。かなり大きなビルですね。で表にはその何か書いてございますか、その遠くから見てもすぐ分かるような。もともとイングランド銀行のところから周りを見渡すと1つしかないんですけれど、はい、大きなビルですね。まあもともといろんな建物があるので、そういうのを気をつけてみないと分からないですけれど、見ればちゃんとそのロシアルズのビルだけが高くそびえ立っているということが確認できると思います。マークかなんかはその外にドーンと、マークまさにステルスで、はい、何にも書いてない。ただもともと2008年、このビルが出来上がったのは2011年なんですけれど、私が2008年に行った時に昔のニューコートビルを確認をしましたけれど、それはもう小さい、ニューコートと小さくしか書いてなかったんですけれど、ここはビルの1階ではありますけれど、大きくニューコートと、これはこちらですね、こちらの写真ですね、ニューコートと、まあ、これも確かに目立たないと言われる、目立たないかもわからないですけれど、昔と比べれば昔はもっと小さかったですから、まあ、それから見れば十分彼らとしてはその存在を誇示し始めたんじゃないかなというように思います。なるほどですね。そうですか。でこのまあ、ニューコートビル、そして5人の息子たちに引き継がれた、現在まで暗躍して世界支配を狙っているというところですが、今すごい話題になってますアメリカの大統領選、このヒラリーさんとかクリントン、あクリントンじゃないですね、ヒラリーとトランプさんですから、このトランプさんあたりの関係というものはどんなものがあるでしょうか。まずは和田先生どうでしょう。まあ、私の方ではそれほどアメリカの情勢に詳しいわけではないので、まあ私のその個人的な感想というかというところから言うと、もうヒラリー・クリントンのその資金の支援者はウォール街の人たちですけれど、ウォール街にロシチャールドの資金が入っているということはもう間違いないというふうに私は考えております。まあその意味ではヒラリー・クリントンがその大統領になるということは、もともと今までの政治の流れからすればまあその可能性の方が高いのじゃないかなというように思いますけれど、まあ、その資金源はウォール街、それはイコールロシアルだというように思います。他方トランプさんの方にロシアルドの資金が入っているかどうかということについては、全くその確証も情報もないので分かりません。しかし、まあ、ロシアルドの本質はその争っている双方に資金を提供すると、また戦争している時には武器を提供するというのが彼らのやり方ですので、まあ、トランプさんの後ろにそのロシアルドの資金が流れていても、そのことが後日確認ができたとしても全く驚かないと、まあ、そんなふうに思います。なるほどですね。さあそこで、総裁のご意見はいかがでしょうか、このロスチャイルドとその現の大統領選に関してですけど。まあ、今和田先生おっしゃったように、彼らの支配というのはその全てですから、世界支配ですから、世界の全てをコントロールできる力をまず持っていると。だから
例えば前のコントラ事件というのがあったんです。 ありますあれもやはり敵対するイランに武器を送るという、うんうん、まあそのいわゆるアメリカのノースという中佐がコントロールしてたわけで、このノースはやはりそのメンバーだろうとは思うんだけど、いろんな意味で考えればトランプはやはり、事業をやってる人だから大きな金を動かすわけで、まあ いずれの事業にしても銀行と取引してるわけだろうから、その銀行を誰がオーナーなのかと実質探っていけばたどり着く先はこのロスチャイルドに行くことは間違いない。なるほどですね。だからトランプがトランプタワーを作ったとか、全米にフランチャイズでトランプタワーを建てさせてる、その資金はまあ銀行も絡んでくるだろうから、その絡み方がつながってるわけですね。やっぱりまあ、それが JP モルガンなのかどうかはまあ分からないんだけども、どこかでつながってくるだろうと。そうするとあれだけなまあ事業をやり、大統領選挙であくまでの旋風を吹かしたというとなれば、ヒラリーよりもトランプに勝利をまあ導くようなバックアップをやってる可能性十分あると。トランプあくまでの人気が出るというのは全くサポートしてなければ作れないもんだろうと、うん、というのはブナイ・ボリスという、まあ、あの団体はいわゆる上院下院の議員の大体半分以上は面倒 見られているわけですよ、うん、まあこれは悪魔教の金が来てるということです、うん、外交評議会というフォリンアフェアを出している団体もそうだろうし、全ての政治に絡んでは彼らの影響力はものすごい絶大なるものがあると、まあ、軍産複合体の全てをコントロールしているのも彼らだろうと。だからアメリカの大統領選挙で共和党の代表になるためには、どっかで彼らの関係がきちっと、まあ、繋がらないとできないだろうと私は思うんですよ、うん、できないのは今ロシアのプーチンと習近平だろうと思うんだけど、アメリカの場合はトランプはそれと縁を切って対立してまでできるかどうか、これは疑問だね、うん、しかしまあ、ヒラリー・クリントンよりは関係は薄いと見るべきだろうと。しかし大統領になれば必ず組まなければならないいろんなアプローチがある。それを蹴飛ばしたら殺されるんです、ね、なるほどね、組むか死ぬかどちらかを選ばなければならない。これはアメリカの大統領の宿命だろうと。オバマの場合は組んだから命は助けてもらった、その間何もできなかった、詐欺ノーベル平和賞になったのもそのせいだとこういうことです。なるほどですね。すごいあの納得しやすいですね、私にとっても。和田先生どうですか今のお話。いや、もう全くご指摘の通り、全くご指摘通りですね。だからともとあれですね、まあその、民意をかか民意の結果、その民意に従った大統領になった時にはやはり今度エコノミックヒットマンっていうね、そういう本とかそこで放送されたものがありますけれど、まあ、それに一個で聞かなければそのヒットマンが飛ばされてくるぞっていう、それは新興国の話だったですけれど、アメリカでも十分考えられるという意味では、その先ほど総裁のお話が出たケネディの話なんていうのは十分あり得る話で、まあ、その今後トランプがそのトランプさんが大統領になった時にどうなっていくのかと、まあ、そこがまあ注目すべきことなのかなというように思いますけど。なるほどですね。それそれ日本で言うこと聞かなかったのは、はい、田舎者の田中角栄、はい、うん、だからそうそう、はい、バーンとロキードでぶつけられて、はい、潰された、はい、アメリカから本当に仕掛けられたあれだったんですよね。間違いない、ね、まあまあ、ケネディと同じタイプ、はい、それはチョンドハンもそうです、ノテウもそうです。まさに、何ですか、
今の大統領選に深い関わりも持つロスチャイルドたちっていうことでしたね。で最後に和田先生、例のパナマ文書についてはどうでしょう。ちょっとだけもしも何でしたらば。まあ、パナマ文書は今のところ少し落ち着いてますけれど、本当のリークは来週の月、日本時間は来週の火曜日の朝ですね。例えば何日？5月10日の午後午前3時というふうに聞いてますけれど。そうですか。まあ、もう ICIJ の今日のニュースで出てたのは、まあ、これは ICIJ にとって今までの最大のリークなんじゃないかというように報道されてました。もともとICIJ の、 そのスポンサーはオープンササイティという、これジョージ・ソロスが作った財団ですけれど、まあ、いろんなところでこのオープンササイティは、まあ、支援もしてきますし、また問題を引き起こしているというところなので、まあ、多分このパナマ文書のリークもそれなりのものになって大きな反響を生むようになるんじゃないかというようには個人的には考えています。はい、わかりました。そろそろ時間となりました。次回は第二次世界大戦とロスチャイルドの関係などについて、いろいろとお話をお伺いしたいと思います。それでは皆さん、今日はこれまでといたします。どうもありがとうございました。日本はユーロシアの一員である。